どの足が好き？に対するみんなの反応。好きな足ある。足。鈴鹿さんほっそ。一番左誰だっけ？ボーノ。ボーノ好き。なんか太くね？太くねえって。この中に一人ガンダムがいる。ガンダム足は結構細いんだ。ブルボンわかりやすすぎてダメだった。シティさんまっとうにかっこいいな。姉ちゃん左膝悪いの？怪我したことあったはず。姉ちゃんの足がなんかやたらえマルチだな。姉ちゃんの足吸わないと生きていけない。ああ、姉ちゃんのブーツ嗅ぎたいよー。サイゲは変態なの？ファルコの健康的な太さ大好き。タンホイザはこんな X 脚でよく走れるな。ダスカは？アシンメトリーな靴の娘が結構多いよねこの世界。全員靴が左右バラバラと勝手に思ってたけどわりかし揃ってる靴履いてたな。白黒で左右違う感じのは現実のウーマさんもそういう足だったのよ。靴下脱げただったのか。鈴鹿足細い、綺麗。鈴鹿さんの色違いの靴って、元のサイレンス鈴鹿の足の色と同じだったんだな。タズナさんの足がいいです。残念、タズナさんはケツだ。ガチャの度にエロいケツ見せつけてくるの好き。でもたまには理事長お願いしますマジで。ケツはグラスがでかいです。切腹を見ながら飲むコーラは最高ですねイズゾゾ。でも僕は、デジタルの足が一番好き。若干内股なの好き。ダスカや鈴鹿みたいに足の太さの違いがあるのは知ってたけどファルコやタンホイザみたいに内股のモデルまで作ってるのは初めて知ったわ。どんだけ作り込んでるんだよ、変態だな、褒め言葉。こう見ると太ももから下だけでも結構キャラわかるもんだな。題材が題材だからか足元に特徴あるキャラ多いよね。綾部さんの海足はいただいておきますね。グラスちゃんとクリオグリですねー。アルダンなんだよなー。膝裏いいよね。細いのもいいが少しムチッとしたのが最高。細くしなやかな足こそが至高に決まってるだろ。鈴鹿さんを見ろ、鈴鹿さんが最高そのものだ。もちろん鈴鹿さんも素晴らしい。個人的にはタイツの透け具合が。体身細すぎて心配になる。僕はみんな好き、ピカー。俺のことを踏んでくれる足が好きです。さすが靴をトロフィーにする運営だ、足へのこだわりが違う。ブルボンやなー、細い足とごつい靴の組み合わせがたまらんぜ。ウンスの白くてちょっと太いふくらはぎ好き。殿下の美しいロイヤルおみ足が好きなんじゃい。靴だけでもキャラクター性見て取れるの面白くていいっすよね。特に左右非対称のが見てて面白いそのうち裸足で走る娘出てこんかな？足型取ってプレートにしよう。フラッシュと北ちゃんと会長の足が好き。これ何で取れるんだっけか。枠入りのタイミングで一番人気はとかやる前に一度カメラが全員の足を舐め回す。カメラマンが変態みたいな言い方すな。変態以外の何者でもないだろ、いい加減にしろ、いいぞ、もっとやれ。いろいろ見たけど多分ストーリーレースっぽかった普通のレースだと顔カットインから入っちゃう。みんな当たり前のように足で見分けてるの怖い。レジェンドレースのトロフィーのおかげで靴で分かってしまうことシルエットで分かってしまう子がいる。覚えておくといい、ふくらはぎとは人間と馬娘のみに存在を許された部位であることを。ブルボンは分からんやつおらんやろこんなガンダム。持っとる子はさすがに分かるんやけどな。ボーノ、シティ、FA 服着たるは持ってなくて言われないとわからんかった。気にしたことなかったけど太さやら向きやらこんなに違うんだな。簡単に折れそうな細い足よりはがっちりした方が好きですねアスリートですし。それはそれとして細いのも芸術的でいいから悩ましい。シティさんの生足美しいべ。鈴鹿さんと姉ちゃさんの足に頬ずりしたい人生だった。憲兵法だけでいいのか？法だけで達せる。よし、連れて行け。馬娘の速度でダートに頬ずりの刑だ。足と言ったら僕もうダスカと当然冗談ですね。ムチムチ派だけどキングの美脚は別格。ファルコのしっかりした肉付きと膝元まで覆う厚手のソックスがダート戦士って感じで大好き。
気が合うな地球人。外惑星のファンはいてて草。そら3兆人もファンがいるから、7割以上は地球外になるやろ。え、今日は馬娘の足を舐めていいのか。お触りもいいぞ。ただいまより一斉検挙を開始する。ボーノのごっつい足ほんと好き。無駄な太さじゃなくて骨から太いアスリートの足。ボノ太いな、隣の鈴鹿さんの2倍くらいありそう。よく見ると膝の位置が高いあたりに体格を感じる。逆にボーノが細かったらバランスやばい。ブローマイゲールのセンターにボーノを置くとそのごっつい足を間近で楽しめるぞ。ぶっといスカーレットの桃が入ってないとか。造形の話題に関してはダスカは殿堂入り感あるからね、仕方ないね。好きな足と言ったらキングスズカライスかな。ストーリー中に言及されている、綾部さんは左足がもともと湾曲しているっていう話。さすがにモデルだと再現できないよな。マチタンの足が一番え。マチタン一人だけあざといなーって思ったけどよく見たらファルコも同じポーズだった。姉ちゃんのベルトがエチチ。姉ちゃんの足ベルトの日焼け跡が見たい。ジョコボンの生足なんだよな。私は鈴鹿さんと綾部さんとオグリンとグラスとカフェとタキオンの足が好きです。キングの細い足がいいのはもちろんだけどカレンちゃんの程よい肉付きがもうね。太ももからつま先まで理想的な細さがなんとも。マヤチンのニーハイとホットパンツの間の太ももが好き。一般受けしないと思うしモブウマ娘でもいいから、もっとムキムキした 3D モデルも追加してください。変態さんがたくさんいるから気をつけろって、お母ちゃんの言ってた通りだ。スペキック。カフェあなた、変態不審者ですね。アニメもアプリも帝王の足のラインがガキのくせにエロいんだよな。ダスカの足がないやん、ダスカの太い足とブーツが見たかったの。太ももじゃなくて足を語るあたりがガチ。ターフになりたいだけの人生だった。どいつもこいつも肉が足らぬ、ダスカでも細いぐらいだわ。北ちゃんの太ももが俺を狂わせる。上半身見ても太さなんて全く感じさせない若さあふれる爽やかな風体なのに、太ももがえらいみっちりしててびっくりするし興奮もする。ちょっとだけ足が太いの気にしてたら私の性癖に合います。北さんとダスカの足はぶっとい。いいか?これは貶めてるわけではなくてだなこれ以上ない惨事なのだよ。初期ルドルフは固有や勝利ポーズの度に足を見せつけてくるのがたまらねえ。ライスが細すぎて不安になる。誰の足かって話題が皆無なのがさすがだよなと。画像全部わかっちゃったからだいぶ脳やられてるなって。やましい気持ちはないが世の中には靴下やパンツ集めるゲームもあるんだから、ブルマ集めさせてくれませんかね。大馬さん足細いんだから全員足細くするべき過激派。桃のお肉がムチッとしてれば何でもいいです暴論。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。